岡山県北部には半崎という清流の主が住むという。しかし半崎、なんと驚々しい響きだろう。おお、このどっしりとした前足、平らな頭、半崎とは一体何者なのか。岡山県真庭市、半崎とはこの地域でのオオサンショウウオの呼び名です。非常に生命力が強く、半分に裂いても死にそうにないということから半崎という名がついたと言われています。国の特別天然記念物にも指定されており、大きいものは100センチを優に超え、寿命は50年とも100年とも言われます。半崎が安心して暮らせる美しい自然を守っていきたいですね。